群裁峠には不思議な伝説がある。28日に一度、満月の夜を楽しむ相手を見つけに、魔性の女が現れる。あなたが本物の速さを見せてくれたら、私は…だが、まだ誰も女を隣に乗せた奴はいない。なんじゃ？わざわざ広島から来たのに、86じゃった？漫画の読み過ぎとちゃうんか、おっさん。おゲロでも吐きてえのか、タコ。出かきゃいいってもんじゃねえんだよ、峠は。ルールは簡単。離れたら負け、ついていったら勝ち。もう一度言うわ。もしあなたが本物なら、私はあなたの自由よ。直線はしょうがない。ホイールRB26。 そんな ABS もないような車にブレーキングで負けるかい。ここで詰めてよ。おっしゃなに？コーナーで追いついてくる。なぜだ。おお、めちゃめちゃ追いついてきてる。おお、よっしゃー。パワーじゃねえんだよ。何ぶりギャルンジェイソン86。バランスなんだよ。おっしゃおっしゃおっしゃ、勝ったぜ。86に負けた。完璧ね。こうして俺は伝説を手に入れた男となった。約束通り、私はあなたの自由よ。警官、敷地して！うわあ！びっくりした。どうしたの？悪い夢でも見た？え？いや、まあ別に。あのバトルは夢ではなかった。さあ、今回も始まりましたホットバージョン57。今回司会進行を務めさせていただきます、大石千草と申します。千草、千草、千草です。千草、美しく美しく、ちぐさです。さあ、今回ドラマ仕立てで始まりましたホットバージョンなんですけれども、はい、ちっちゃな86で大きな GTR をね追いかけていくというのはもう本当かっこよかったんですよね。まあ、男だね。やられちゃいましたね。男だね。はい、男はやっぱ下り勝負だね。下り勝負で。さあ、そして今回のテーマは峠の掟ということなんですけれども、私2つあると伺ったんですよ。お前掟破りだよ。峠にこんな女いねえよ。ですよね。いやいやいや、こんな格好もいないと思うんですけど。レーシングスーツで峠走るやつ俺見たことねえよ。俺ものすごいバカにされましたね、きっとね。何あいつとか言って。じゃあまず一つ目の掟、はい、パワーがなくても勝てるということで、はい、下りはね、下りは、下りはよく俺が薄い峠で使った手だね。あ、はい、上りはダサいやつにやらせておいて、はい、もう本当にこう超 A ランクの峠のドライバーはやっぱ下りで、はい、パワーのあるやつをやっつける、はい、それがすごく気持ちいいんですよね。そう。で、2つ目、運転ミスは命取りということなんですけど、落ちるもん、ほら、動いた。落ちる。峠なら僕に任せてください。田舎峠の出身だからね。俺はほら、メジャー峠の出身だからさ。サーキットじゃ土屋さんにはかなわないけどね。ええ、峠ならね、はい、俺は峠野郎だからね。峠野郎。峠なら早いよ。あ、もうじゃあ、挑戦しちゃう。峠さあ、それでは。はい、はい、さあ、それでは、今日は。川、ね、にブイブイ言わせる谷口に、はい、下りでぶち抜いてやろうと思います。はい、峠は抜きはなしで。
ドリドリが担当するライトウェイトマシンのトップバッターは FF 代表インテグラ R。 このマシンは走行会の主催者としておなじみのサーキットクラブがデモカーとして作ったもの。ポテンシャルはノーマルエンジンの定番走行会仕様でありながら、筑波サーキットで1分4秒を切る速さに到達している。早速ドリドリのインプレッション、まずはコースと車のチェックから。ここはアウトインアウト使えないね。落ち葉がすごい、アウト側が。このイン側もやばいな。このアウトは大丈夫だね。このクリップも大丈夫。大体峠っていうのはアウトインアウト使うとやばいね。こう砂が結構多いからね。砂、落ち葉、そういったことを考えてライン取りをしていかないとね。バランスいいね、この車。あ、ええね。あ、ええ。あ、どうかな。ドリドリも好印象のなかなかのコーナリング。この速さの肝となるセッティングをチェック。サーキットクラブの話では、ここ最近 S タイヤのサイズが豊富になったことで、いろいろなサイズを組み合わせた結果、前後のグリップバランスが取れてきたとのこと。そしてタイヤとともに車高調の性能も上がったため、サーキットのタイムがググッと短縮したのだ。対戦相手となるのはチャンプの S14。 ド派手なエアロとは裏腹に、ノーマルエンジンでブーストアップ仕様の260馬力。ポテンシャルは筑波や日光などでサーキットクラブのインテアールとほぼ互角のラップタイムということで持ち込まれた。峠バトル、インテアール対 S14。 ステージは群馬サイクルスポーツセンターに特設したおよそ 1.5 キロ区間のクローズドコース。バトルは先行後追いのイニシャル D 方式だ。峠のバトル2、行ってみたいと思います。いよいよスタートです。インテアール対シルビア。インテの方が直線速いじゃんよ。しかし3速の加速で1音が急接近。 S 字区間が終わると、この先は低速コーナー区間、上りのきついヘアピンが待ち受ける。こういうところは FR の方が、FR の方がいいな。ついてくるな、しかし。このシルビア結構コーナーもいいんだな。そして最後のコーナー、谷口一音はぴったりとマークしたまま。ついてきやがる、ちくしょう。やっぱ上りはターボでしょう。さらにリア駆動の方が上りでトラクションがかかるため、上りはチャンプ S14 の圧勝。下りはパワー関係ないからね、バランスだね。ローリングスタート、距離を測られて、よし、ターボパワーで逃げろ。まっすぐは離されるな。やっぱり谷口一音がリードしてコーナー区間に突入。一応のペースで行くとアンダーが出てしまう。突っ込み勝負。アンダー。サーキットで互角であっても、狭くてアップダウンのある峠ではコントロール領域のある FR の方が有利ってことなのか。もう怖いわ、ブラブラしてて。下りも一応の勝ち。
上りも下りも負け。逆にですね、このシルビアはね、そんなにパワー出してなくて、うん、ここに逆にあったかなと思うんですよね。トータルバランスがいいのかな。そうですね、ここにあったかなって思うんですよね。よく曲がってくれてて、で踏んでもちょうどいいトラクション具合で、逆にここスペシャルって感じですね。パワーがあるくせにトータルバランスがいいってやつ。これが土屋流峠橋。タックインでテールをスライドさせつつ、打角の少ない状態でアクセルオン。この連携プレーで車の通るラインをオーバーにもアンダーにもコントロールできるため、路面の荒れた峠でも速くかつ安全に走ることができるのだ。ライトウェイトマシン、リア駆動代表は MRS。 チューニングベースとしては少数派だが、その潜在能力の高さを感じさせるのがこのテクノプロスピリッツの MRS だ。セリカ用エンジンにスワップされているものの、わずか190馬力でつくば3秒フラットというタイムをマークしている。さあその走りは、でもバランスがいいよね。これ全体的にもうちょっとバネレート下げればね、すごい乗りやすい車になるよ。ちょっと跳ねすぎだね。絶対パワーはないんだけどね。コーナリングスピードはドリドリもびっくりの速さ。その速さのポイントはもちろんワイドボディ化と軽量化だが、ガス切れ症状のあったノーマル燃料タンクをやめ、レース用をフロントに設置した結果、ハンドリングも良くなった。対戦相手はさらにハイパワーの K-Office の S15。 エンジンは2540タービンで、レスポンスを重視しながら320馬力を発生。そしてドリドリも納得のニューダンパーによってセッティングされた足回りは、ドリフトとグリップを高次元にこなせる仕様だ。峠バトル MRS 対 S15。 さあ第2弾、今度は負けない。いや、ターボ車の方が早いですよ。なお前ね、370馬力もあったってね、コーナーで踏めなきゃ意味ないのね。確かに190馬力のトータルバランスでやっつけてやるよ。コーナーじゃないところで逃げる。ターボパワーで情けねえ男だな。男はやっぱコーナーでしょ。気合い入れてビシッと上りじゃパワーで無理だな、ちぎれねえな。おっと、ドリドリ掟破りのスタート。シルビア対 MRS。 あ、もうやばい、出遅れた。土屋 MRS は目いっぱいの走りで逃げるが、 S 字の立ち上がり加速で谷口一号がその差を縮める。おお、コーナー早い。ここのトラクションが、よしよしよし、おお、コーナー早い、軽い車、コーナー早い。なんと上りで MRS が勝った。笑いが止まらねえよ。さあ今度はシルビアが先行で逃げます。パワーじゃねえんだよ。ギアが入って、あべ。俺は離されねえよ。あまりのパワーさに、ついにドリドリにメラメラと火がついた。
なんとさらにライトオンでプレッシャー攻撃。ライトつけてきてる。おお、追いつかれてるよ。S 字の脱出で谷口1号が加速するが、すでにスピードに乗っている土屋 MRS は離れない。下りも MRS が取った。2勝2敗だから190馬力もあれば十分ってやつ。峠だとね、いくらでもあの300馬力オーバーかもっちゃう。300馬力オーバー、まあ、下りね、俺が前だったら見えなくなってたね、多分。なってますね。な、それが刺さってますね、俺がね、うん、これが土屋流峠走り。シビアな駆動のミドシップマシンをジャクオーバーステア状態で綺麗にラインに乗せる早技ステアリングワーク。これは体内の優れた G センサーと実際にステアリングを動かすための筋力、そして無駄のないドライビングスタイルが備わって初めてできる超スペシャルドライビングなのだ。まさに土屋 GT 走り。ライトウェイトマシン、最終兵器はジャムレーシングのスターレット。峠でドリフトが流行り出す前の時代、無敵のマシンとして君臨していたのがスターレットターボなのだ。その老舗であるジャムが今回持ち込んだマシンは出来たてほやほやの1500コンプリートエンジンを搭載。ちなみに1300のノーマルエンジン仕様でも筑波3秒台という好タイムをマークしている。250馬力だよ。すげえ。うわー、うわー、速い、うわー、速い。車重わずか848キロに250馬力のパワー、加速はすごそう。あー、ブレーキ効かない。あー、あんだあんだあんだ。しかし FF には辛いコースなだけにパワーを生かしきれないって感じ。マントルがすげー取られる。1500コンプリートエンジンがここでは裏目に出たか。だがなんといってもスターレットターボは速い安いってのが魅力。ノーマルブーストアップ仕様でもスクワ3秒台まで狙えるってことだから、予算的にはかなりお安くできるってこと。対戦相手もついに最終兵器のランエーボがエントリー。このマシンはボスが新しくチューニングを開始した RS でエンジンは350馬力以上発生。さらに今回のステージに合わせ ACD のプログラムを峠スペシャルにチューニングしている。その走りはどうか、谷口のインプレッション。この車やっぱり駆動入れた方が曲がるな。 ACD のコントローラーが効いてんだ。ただアクセルを一定に入れることができない。ちょっと足のストロークが少ないのかな。ちょっとノーズの回答性がもうちょっと欲しいな。いやでもね、四駆はね、ランサー速えよ。ランサー速え。こいつはかなり強敵だ。峠バトル、スターレット対ランサー。本日の目玉のはずだったんですけれども、インプレッションで壊れてしまいました。残念。これはその時の模様をリプレイ。うわー、出てきてない。うわー、ダメだこれ、危なくて。原因は吹き出したオイルがブレーキにかかってしまった。いやでもね、はい、どっちみち無理無理。そうね、もう跳ねまくっちゃって、もう飛んでるわ、もうアクセル入れらんないわ、ブレーキ全く効かないわっていう。それはあの車重に対して馬力が出すぎてるってことですね。そう、あのアクセル踏むと車がピュッピュッて横に飛ぶ。こう、ま、かいちゃって。そう、だから2が使えない、全部3。あ、馬力の出しすぎにもちょっとなありってことですね。
そうだな。ランサーはですね、バッチリですよ。これ曲がりやすいんだよ。AYC とか ACD とかついてる。そうなんですよ。しかも ACD ちょっといじって、いじってるから、すごい曲がりやすいんですよ、ね。な、はい。切るとヒューッと入ってくもんな。そう。アクセルちょっと踏んでるぐらいの方が逆にどんどん曲がっていくから、すごいいいっすよ。だいぶは峠の掟破りだね。そうですね。ちょっとずるいっすね。うん、早すぎ、早すぎ。インチキ。これだと誰でも速く走れる。誰でも速い、うん。腕いらない。うん、2人に峠でねバトルしていただきましたけれども、いかがでしたか。まあそれなりにどっちかっていうとね、やっぱサーキットよりね、はい、こう緊張感あっていいね。あ、やっぱり道が狭かったりとか、うん、両脇のこの怖さが楽しいんですよね。だからね、だからまたこの緊張感がね良かったんだけど、はい、まあ俺が走ってる頃はね、うん、それ今の峠走ってるやつとちょっと違ってね、はい、やっぱこう暗黙の了解みたいな掟みたいなね、はい、ルールがあったね。あ、峠のルールですよね。あ、はい、もううるさいやつ、はい、もう捕まえて、お前うるさい来るなこの峠にとかね、ええ、あとはもうなんかもう対向車がいようが前の一般車に追いつこうが、はい、もうガンガンや抜いてくっていう、お前マナー悪いからうちの峠来るな、うちの峠、うちのバーヤの峠、うちのバーヤの峠そういうね薄い峠はね、はい、そういう暗黙の了解があったね。あ、やっぱ高級感あるだけでね。うん、だからほらメジャーじゃん。あ、はい、いや僕のあのマイナーな峠でもありましたよ。だって民家ないじゃんお前な、あの広島の山の中で。いや、それでもやっぱり山のふもとにはあるんですよね。だから山のふもとの民家の部屋通るときは静かに行けと、はい、で、ふもとから走る、ちょっと上の辺から走れっていう辺はありましたけどね、うん、はい。さあ、ということで峠は楽しいんですけれどもね、はい、それなりのみんなの掟を守ってですね、そうですね、まあ、暗黙の了解ルールがありますからね、そうですね、峠にもね、そういうものを守ってちゃんと走るとですね、その峠はずっとみんなで守ることができますからね、やっぱこう峠が走れなくなってくっていうのはそれらにねやっぱり原因があるね、その走るやつらに、うん、そいつらがね自分で自分の首を絞めちゃってる、ね、そうなんですよね。広島の金持ちのボンボンが広島帰ってお好み焼きでも作ってろ。これ何、もう一回なんか今度は先行後行逆。ほらほら八六遅いな八六。浮かんかい、八六君。おい、ABS ないからな。待て、八六君。ちょっと待て、八六君。おい、ちょっと待て。浮かんかい。乗るとこんな気合入るんだろう。やっぱ峠は86じゃの。俺も86買おう。